心地よさとは、自分らしさ、人間らしさ。体と心がどちらも穏やかで心地のいい人生はとても豊かです。その心を穏やかで心地の良いものにコントロールする手段としてヨガというものがあります。ヨガは本来心をコントロールするための道具なのです。人間は自然の中の一部であり、自然界の法則の中で一体化することで生きることができます。私たちの体や心は自然界と調和して成り立つので、体の動きを通して自然を理解し、自然な心を知り、それらの扱い方を習得します。旬の食材で丁寧に愛を込めて作った食事から生命力をいただき、自然からの恵みをたっぷりと受け取る、それが自然あるがままの人間らしい姿に立ち返るということにつながります。これが自分らしさと心地よさを手に入れるための基礎なのです。体と心の土台は生活の中で選択するもの。何をして何を食べるか、ライフスタイルで選択するものこそが体と心の安定を伝えます。人間の本来の心地よさを求めて、体や心の両軸から学び、実践し、そこから得た感覚を同じ心地よさを求める仲間と共有し合うことで、さらなる自己への理解と心地よさが深まります。私たちマザーはライフスタイルの知恵としてのアーユルヴェーダの学びと、その実践の先に心のコントロールとしてのヨガの本質の英知であるラージャヨガを提案していきます。